主体歴とは、1997年に、朝鮮民主主義人民共和国で、使用開始された、記念法で、金日成が生まれた1912年を元年とする。歴法は、グレゴリオ歴を採用している。西暦から1911を現じた値となる。西暦2021年は、主体歴110年である。人民歴、または国民歴という。 国家主席、近日清の生誕年である1912年を元年とする。他の記念法と同様に元年を1年として計算するため、近日清の生誕周年と暦の年数の間には1年の差があり、近日清生誕100周年にあたる2012年は主体歴101年となる。無期限の記念法であり、歴法はグレゴリオ歴であるため、年数以外の月日については、 西歴と共通する。朝鮮民主主義人民共和国では、成立から一貫して、西歴を公用年号として用いていたが、近日生3年期と建国49周年にあたる1997年9月9日に、新たな記念法として主体歴の使用が始まった。そのため、主体元年から主体86年9月8日までは、同時代的には使われていない。 朝鮮民主主義人民共和国の公式的な行事、マスメディアやカレンダーなどで使用される一方、今のところ西暦の頻度を下回っている。主体歴が使われる場合でも、西暦と併用であったりする。朝鮮中央テレビや朝鮮の声放送の日本語放送では、チュチェネンと読んでいる。主体歴は日本の大正及び中華民国の民国起源と元年が一致するので、 主体 N 年は、大正 N 年と、民国 N 年に相当する。ただし、大正は、後期のような期限ではなく元号であって、1912年7月30日から1926年12月25日までの期間なので、完全には一致しない。もっとも、大正元年である、大正天皇の戦争年と、主体元年である、近日生の誕生年と、 中華民国の成立年が偶然にも同年であるというだけで、これら三つに関連性は全くない。ありがとうございます。